息子のピカル君に朝のご挨拶をします。おはようございます。毎日おうち生活、自宅療養なので今日はまあ同じ服を着ます。しまった、暖房もつけていなかった。おっおっきしまって、サビサビって見てるよ。ブレンディーに乗っからない。なんで考え事一回ストップ、ストップ、なるなる、なるほどね。ストップね、何も考えるなってことですね。考えてもしょうがないですね。ティファールの口が緩いのか、いつもこぼれるんですけど、これ。水も入れるの忘れて、そのまま火にかけてて焦げ臭いなと思った。危なかった、火事になるとかって。くそ、もう一回やり直し。ぼーっとしてた、今日はなんか危険だな。夫と小さな口喧嘩がありました。これをいつまで放置するのかと、お金払いに行かなくていいのかと、保健所と養育医療券が届いたのでお金早く払いに行かなくていいのかと、大人なんだから問い合わせしなくていいのかと、いいのかっていうのは自分で問い合わせすればいいじゃん、まあ、私が行かないといけないからさ、私の体調にもよるじゃん。なのにさ、早く行かなくていいのかって、いつ行くんだって言うの。今日行ってくるわ。うるせえな。ご飯でも食べますか。今日のご飯は、ヨーグルトは、こういうヨーグルト、ちっちゃいヨーグルトと、バナナと、パンと、キャベツ茹でたやつに、マヨポンがけと、ブレンディーのカフェオレです。じゃあいただきます。やめた。化粧やめた、もん。眉毛とファンデだけでいいや、もん。どうせマスクするんだもん。頭だけなんとかしよう、ボサボサだから。私でさ、くるくるさ、整えれないの、髪の毛が。でさ、コテもさ、上手に使えないんだって。だから、私がね、使ってるのは、すごい古いんだけど、これホットカーラー。昔流行ったでしょ？これもう20年以上前に流行った、ホットカーラーなんだけど、これで、軽く巻いて、内側に、整えてるの。
これ使ってるんだよね。これで整えてるの。ほら、整えられるんだね、これ。ナショナルって書いてあるでしょ。古っ。スポンジが合わなくないので熱湯をかけます。じゃん。もう常に、ほら、泡立つでしょ。で、常に、ティファールのお湯はもう、ほんと使いますので、沸かしときます。ほら、病院に行ってきます。病院にお金を払いに行く。急になんか、今朝夫と喧嘩したんで。私たちね、よくね、ああいう細かい喧嘩をするんですね。言い争いっていうか。まあでも、それも運なんで。運命なんで。喧嘩したのも運命なんでね。行けってことかな。今日ね、あんまりついてないからさ、行くのどうしようかなって思うけど、今日ついてないんですよ。さっき、お化粧してる時も、並んでたものが、引っ掛けちゃって、全部落ちちゃったんですよ。引っ掛けて、物が落ちちゃったんですよ。ね、皆さんのところもありますか？あるよね。よし、準備ができたので、行ってまいります。左手は軍手にしていきます。時間経過に、登場して。天気のいい日は、靴を干して、いただきます。真っ青ですね。一応わからん。どこから入ればいいんだろう。日中しかわからん。どうしよう。一体がどこなのかわからん。ただいま。今お金払ってきたよ。精算したよ。したら、病院で待ってる時に、なんか赤ちゃんを抱っこしたお母さんがいて、多分、ちょっと同じぐらいに生まれたお母さんだと思うんだけど、なんか思い出したな。ちょっとってやつ。こうやって足触ると、ピカに握り返してくれたよね。こうやって触ると。足触るとピカはね、足で握り返してくれたんですよ。足がペタペタしててね。また思い出しちゃったな。私たちは夫の弁当を作っています。こう焼いて、昨日の残りですけども、こちらの上に乗せたいと思います。はい、できました。卵を乗せて完成。イエーイ。すぐお昼が来ますね。今日の昼ご飯は、ご飯を楽しもうとしています。キムチと漬物と、これが好きなんですよ。鮭ほぐし。鮭ちゃんの、これうまいですよね。これでご飯を楽しもうと思います。いっけご飯食べるね。いただきます。うん。大好きなんです。もたついた。いやー、もったいな。落としちゃった。やっぱり今日ついてないや、もう。もう拭いとく。いやー、もうやだー。うわ、美味しそう。もう何これ、腕落ちるんだけど、もう。うわ。うん、うまっ。うん。すごい恐竜。うわ。寒さ、天気はいいんだけど、午後から急に強風になりましたね。お腹空いてしまいました。ごめん。これちょうだい。食べていい？熱田の森。マカロンみたい。スプーンが入ってますね。ではいただきます。うん。今日も夕食食べるのが7時ぐらいになりそうだから。まだ食べてもいい時間のはず。うん。食
ま配給が届きました。あったかい。なんかあったかい。なんかこんなのが敷いてある。こんなのが敷いてあった。あの上に乗ってた。なんかさらにまたなんか上に。では酢豚を作るのが得意なんです。今日のご飯はじゃん。酢豚ご飯。グレープフルーツでーす。ではお塩ズムいただきましょう。ブラウンさん久しぶりですね。はい。酢豚でしてー。ピシッ。